どうもこんにちは、ピルです。今日はですね、コメダコーヒーを食べてくださいっていう猛烈なリクエストをめちゃくちゃいただいてたんで、コメダコーヒーを食べまくっていきたいと思います。多分めっちゃ緊張しますね。じゃあ行きましょう。どうも、こんにちは。僕の名前はミッタロウ。ミトシ君にバイトで雇われたんだ。今日はミトシ君が喋らない代わりに僕が喋るよ。たまに出てくるからよろしくね。じゃあまた。どうも、みったろだよ。今みとしくんが食べてるのはコメダでドリンクを頼むと必ず一袋ついてくるコメダの豆菓子。カリッとしてて素朴な味がすごく美味しいんだ。今みとしくんが飲んでるのはコメダのクリームコーヒー。少しお値段は高いけど、あっさりしてて甘いソフトクリームが無糖コーヒーとすごく合って美味しいよ。ちなみにコーヒーは加糖か無糖か選べるんだ。これはコメダの小倉トースト。ミトシ君曰くマーガリンはさっぱりしてて小倉あんが甘さ控えめなんだって。サクサクで香ばしいトーストと相性抜群らしい。ただ量が思ってた以上に多いからあまり食べれない人は注意した方がいいんだって。ご注文以上。お札のワールを食べるかと思いきや、みとし君ハムカツバーガーを選んだね。まあいいか。このハムカツバーガーは視聴者さんからリクエストをいただいてたんだって。ハムカツがとんでもなく肉厚で野菜はシャキシャキ、甘めのソースが衣に染み込んで最高に美味しいって。とにかくボリュームがあって、みとし君曰くビッグマックよりも普通に腹にくるって言ってたよ。なんか僕も食べたくなってきた。うん。
どうも。気づいてる人は気づいてると思うけど、画面がちょっとちっちゃくなっちゃったんだ。カメラの調子が悪くてこうなっちゃったんだけど、少しの間だけど我慢してね。ちなみにみとしくんは今さっきの小倉トーストの余りを食べているところだよ。僕も食べたいけど我慢。お待たせしました。お札ノワール。上にコロコロと芋が乗ってるんだけど、甘くて少し固めのスイートポテトって感じがしたんだって。冷たいソフトクリームがサクフワの生地に染み込んで最高に美味しかったんだってさ。ちなみに米田コーヒーって言ったら、食べる系 YouTuber をよく見てる方だったら知ってると思うけど、ふんふんふんチャンネルのふんふんさんって方がよく米田コーヒー食べてるよ。残りのハムカツバーガーもしっかり食べよう。次は普通の白ノワールを食べてるね。みとしくんはこれを食べてびっくりしたんだって。この日の中で一番うまかったらしい。甘いトロトロのメープルシロップ、冷たくてあっさりめの甘いソフトクリーム、これがサクフワで香ばしい生地に染み込んで最高に美味しいんだって。これはごま油。見た目が特徴的だね。生クリームがあっさりしてて甘さ控えめ。ごま部分が少ししっとりしてて、ごまの風味が癖になるんだってさ。みとしくん曰く、ピーナッツみたいな味のペーストが上に塗ってあって、それがごま風味とすごく合うんだって。
ちなみに今日の注文はこれで全部だよ。今日はナレーションできてすごく楽しかった。ちなみに僕日雇いだからもう出ないかもしんないけど、みんな覚えてて、いや覚えてなくてもいいや。うん、今日は楽しかった。じゃあみんなありがとう。うん、じゃあね。はい、ありがとうございました。総カロリー2949キロカロリーで、総額3020円でした。ありがとうございました。